タケル、タケルではないか。じいさん、一体どうしたんだ。この町の住民は一体どこに行っちまったんだ。タケルがこの町を出てしばらくすると、闇がやってきたのじゃ。闇だと？そうじゃ、闇がやってきたのじゃよ。そして、闇が去った後、人々はいなくなってしまった。わしだけを残してな。闇の使者はわしに言った。タケルという小僧が来たら言っておけと。伝説の剣と鎧が欲しければ、カリストの城に来いと。カリオ、じゃない。カリストの城？ああ、フェリックスの遥か東にある呪われた城だ。もともと吸血鬼一族の城で、ドラゴンナイトの一族に滅ぼされたんだ。そうじゃそうじゃ。闇が去った後、これが地面に落ちておった。なんだこれは。ただの小枝じゃないか。いらないよ、そんなもの。いや、タケル。RPG ではこういった小物が後で何かの役に立つんだぜ。一応もらっといたらどうだ。タケルは、ただの小枝を手に。わしは、みんなが帰ってくるのをただ待っているしかないの。一人で寂しいが、わしがこの地を離れたら、この町は誰もいなくなってしまうからの。
そう、こんなところで店を開くんじゃなかったよ。武器も防具も一つも売りやしない。開店休業だ。じゃん、どう？グッときちゃうでしょ。私たちが噂の美人姉妹よ。お姉ちゃん、この人なんかブツブツ文句言ってるよ。モザイクが邪魔だとか。角の期待を裏切られたんで嘆いてるのよ。どう？堪能した？We'll be right back.
いらっしゃいませ。お泊まりですか？武器と防具を買うならうちの店が一番だな。何が欲しい？いらっしゃい。うちは。わかってんだろ？空前絶後の粒揃いだ。うちに寄っていかなかったら死ぬまで後悔するよ。料金は前金で500ゴールドだ。1ゴールドたりとも負けないよ。と言いたいところだが。自主規制によりただいま閉店中だよ。そんな、おい、期待させといてそれはないだろ。あ、わかったぞ。裏技があって3回連続で来ると2階に上がれるとか。ないない。じゃあわかった、最後のボスキャラを倒してから来ると上がれるとか。ないない。こら、
そこの小僧、勝手に2階に上がるんじゃないぞ。こら、そこの小僧、勝手に2階に上がるんじゃないぞ。いらっしゃい。空前絶後とじそんあなんじゃ。いらっしゃい。空前旅行と一時あなんなこら。なんだかジメジメしていて気味が悪いようだな。そりゃそうだ、赤羽の地下だからなって。確か前作でも同じ会話をしたぜ。ああそうだったっけ。少しはセリフにバリエーションを持たせろよ。おう申し訳ない。Thank you.
ゲル、こんな写真を見てる場合じゃないだろう。分かっちゃいるけど、じー。たく、お前のスケベさに呆れるぜ。俺がスケベじゃなくなったら、生きてる意味がなくなるね。タケルはエッチな写真を手に入れた。だぜ。モンスターはいっぱいいるしな。都合がいいじゃないか。戦っていればバーンのなまった体も元に戻るというものさ。
いらっしゃいませ。
疲れるのよね。お客さんもめったに来ない。